はい、どうも皆さん、こんにちは。長いです。ですね、ちょっと引っかかっちゃった。そうですね。覚えてますかね、こちらの場所。行ったばっか、お前。こちらの場所からそちらの場所に運ぶんじゃないの。俺はこちらの場所って言ったんだから、こちらの場所にいさせろよ、お前。なんでそちらの場所に持ってっちゃうんだよ。ですね、こちらの場所ですね。見ていただければわかると思うんですが、以前こちら、動画でもって、そこのおばさんだったか、おじさんだったか忘れましたけど、引っかかってる人の顔を見に行ったと思うんですよ。で、その見に行く際にかなりその手間取ったと思うんですが、まあ、最近やってるその先端に乗っちゃろう企画、つまりパラシュートを使ったら結構簡単に行けるんじゃないかっていうわけでね、また、リベンジっていう形でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、早速やっていきましょうか。また気がついたらパンツ一丁だったんですけど なんでだろうね。まあ、トレバーだからしょうがねえか。はい、やっていきましょうか。さて、どうでしょうね。もうこの辺からでいいんじゃないかな。よいしょ。トレバーで先端に乗ったことってあったっけ？まあいいや。要はあそこのおばさんの顔の上に立ったんじゃなかったかな、最終的に。あそこに行きゃいいわけですから、こんな感じで痛い。行った！おい、マジかよ、ボーラーじゃねえかよ 出れないんだけど。おうおうおう、奇妙な出方したね、お前もまた。立てないか。いや、一回行った、バカ 多いよな、今回ちょっとこれが。ワニワニパニック、いた。行った。え、死んだ。高さがさ、足りないんだよね。今気づいたけど、もっと高くないと届くわけないじゃない。まあ、こんだけありゃいけるでしょう。いった。こんだけあればいけるでしょうさ、一気に無にするようなことをしないでくれる？ちょっと、そういうのいいから、もう、面白くない。はいはい、行きましょう。オッケー。で、ここだって、それで、そうですね。まあ、狙って、ちょっとこれ邪魔やな。狙いづらいんだよな、これあると。オッケー、いけるだろう。まあ、スッて降りて。オッケー、いった。はい、乗れました。はい。これがいっちゃんね、簡単な方法だったんじゃないかと、今では思います。ちなみに、お目目の色が真っ赤です。顔がマジだもん。胸がね、見えないか。というわけで、今回これで終了。痛い、したいと思います。ではでは、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。